おはようございます、えー、今日はですね5月の14日日曜日でございますえー、昨日に引き続きましてえー、東京は新橋のホテルの一室でね撮影しております えー、昨日ですね、あのー、うぐいす谷のですね、元三島神社に行ってまいりました。まあ、言わずと知れたですね。まあ、A ちゃんの聖地と言ってしまっていいのかどうかわかりませんけど、話題の神社ですよね。 えー、何が話題かというとこの「お守り」ですえー A、吉と書いてありますよ永、ね、吉守りええー、まああの吉祥天吉祥が永遠にという意味で永吉と。 なっております、えー、色はね4種類ぐらいあったんですけど私はねこれを色を選びました。えーね、あのー、まあ前からですね今度東京行ったら絶対ウグイス谷に行こうっていうことでね、あのー、行ってた,行行ったんですけどもあのー、駅のね すぐ近くなんですが、えー、行くにはですねラブホテル街を通っていくっていうさすがウグイス谷ですよねまあウグイス谷といえばですね昔笑福亭鶴子ウグイス滝にミュージックホールがねまあ有名ですけどあのー、ラブホテル街をくねくね通ってたどり着く 神社でございます、えー、うぐいすだにね昨日駅に着いて階段降りようとしたらエロ本が散乱してましたよ。あさすがうぐいすだにと思いましたけどあのー、ねちょっとドン引きしましたけどえー、でもまあこの元三島神社由緒ある 神社でございますえー、ファンの間でまあね話題になってるこのお守りこれをねゲットしましたよ本当ねちょっと嬉しいですね、まあ、これからあのねふだ大事にねこのお守りねしていきたいと思いますで 昨日12月の「ウェルカムトゥーロックンロール矢沢永吉ライブ」の二次先行抽選がありました武道館落ちましたもう残念ですよねまああとは立ち見の抽選に回るのかなと。 で、えー、大阪城ホールは12月10日、SS は落ちました。ね、S、なんとかゲットしました。12月9日10日、連チャンで申し込んだんですが、12月10日の大阪城ホール、S 席はなんとかゲットしました。えぇ、ー、まあ ね、前落ちより良かったかなと思います、まあ、これから12月まだまだ先長いですが、ねえー、楽しみに頑張っていきたいと思います、えー、ということで今日はちょっとイレギュラーでね日曜日の朝、ね、このもう一回近くで見てもらいましょう 素晴らしいじゃないですか。ねえ。えー、皆さんもぜひ東京に来た際には、このね、あの、元三島神社、おすすめします。小さなこじんまりした神社ですけども、ええー、若い巫女さんがですね、可愛かったですよ。非常に丁寧な、 対応を、ね、ししてていただきましてねこの本見島神社のファンにですねなってしまいましたまた東京に来た時には是非お参りねしたいと思います雨が降っててですねちょっとこのうぐいす谷界隈ねあんまり歩かなかったんですけどまあちょっとねあの歩いてみたいなとね今度は思います ということで皆さん年末ライブでライブ会場でお会いしましょうロックンロールそれでは皆さんまた EP 版紹介でお会いしましょう